魯人は中国の小説家、翻訳家、思想家である。本名は、周樹人。最初の名は、楠木久氏。字は、余歳。石膏省商工府の次第部の家系に生まれた。父は、周大鳥し、母は、ロミズ。弟に、文学者、日本文化研究者の周作人、生物学者の朱岳ルがいる。 中国で最も早く西洋の技法を用いて小説を書いた作家である。その作品は中国だけでなく東アジアでも広く愛読されている。日本でも中学校用のすべての国語教科書に彼の作品が収録されている。1881年に誕生。幼い時は裕福な家庭だったが、父の死が原因で家が没落、学問を尊ぶ伝統を残している。 家の長男。18歳で、南京にあった理系の学校に入学、4年間を過ごす。その間、元福が訳した、天縁論などを読み、新しい思想に触れる。1902年、国費留学生として、日本に留学した。医学を専攻したが、同時に、西洋の文学や哲学にも心を惹かれた。ニーチェ、ダーウィンのみならず、ゴーゴリ、チェーホフ。 アンドレーエフによるなどロシアの小説を読み、後の生涯に決定的な影響を与えた。ベルヌの科学小説、月会旅行、指定旅行の翻訳をする。1904年、仙台医学専門学校の最初の中国人、留学生として入学し、学校側も彼を無試験かつ学費免除と交遇した。特に解剖学の藤野ゴンクロ教授は、丁寧に指導した。しかし、 彼は学業半ばで退学してしまう。当時、医学校では講義用の幻灯機で日露戦争に関する自治的幻灯画を見せていた。この時、母国の人々の屈辱的な姿を映し出したニュースの幻灯写真を見て小説家を最終的な自分の職業として選択した。その幻灯写真には中国人がロシアのスパイとしてまさに打ち首にされようとしている。 映像が映し出されていた。そして屈辱を全く感じることなく、好奇心に満ちた表情でその出来事をただ眺めて、いるだけの一段の中国人の姿があった。後に、初めての小説集である、特刊》の次女にこの事件について、以下のように書いた。あのことがあって以来、私は医学などは寛容でない、と考えるようになった。愚弱な国民は、たとえ体格が良く、 どんなに頑強であっても、せいぜいくだらぬ見せしめの材料と、その見物人となるだけだ。病気したり死んだりする人間が、たとえ多かろうと、そんなことは不幸とまでは言えぬのだ。むしろ我々の最初に果たすべき任務は、彼らの精神を改造することだ。そして、精神の改造に役立つものといえば、当時の私の考えでは、無論文芸が第一だった。そこで、 文芸運動を起こす気になった。岩波文庫路人が言動を見た建物、仙台1 0 0 6号教室は1904年に建設され、移築された後、2019年現在実在している。路人の階段教室には、路人と富士の先生の写真が掲げられている。路人は中央のブロック、前から3列目の真ん中あたりに、いつも座っていたとされ、 高拓民総書記も着席した。東北大学校内には、東北大学資料館があり、路人記念展示室がある。その後、この時とばかり東京で雑誌の出版事業を始め、教訓的な内容の散文を文母体で書いた。それは、中国人に、ダーウィンの進化論や、英雄出現を求めるニーチェの哲学を啓蒙する、狙いであった。これらの散文は、後に、 ふんと名付けられた三文集に収められた。また、集作人が編集した二巻からなる生きがい小説集のために三編の外国小説を翻訳した。しかし、生きがい小説集の売れ行きは伸びず、各巻20冊ほどだったという文学出版事業の失敗に落胆した。彼は1909年に帰国した。 7年間の日本留学の間、日本人の親友は一人もできなかった。かろうじてある教師を尊敬しただけだった。帰国後も民族や国家の大原則に関わる問題が生じた際には、必ず中国側に立ったと孫一晩は述べている。神奈川県鎌倉市にある円覚寺の塔中、仏美安には、1933年に、 路人より寄贈されたという白木蓮と大山木の木がある。帰国後は、甲州と商工の中学校教師として、生物学の教師として過ごし、1912年、中華民国政府が成立すると、教育部の事務官の職位につき、北京に移り住んだ。北京での最初の数年間は、依然として陰遁者を演じており、もっぱら中国文学の転籍研究に没頭することで、 忙しい日々を送っていた。遠征外来軍閥が主導権を争う混乱した政治状況に失望したからと言われる。しかし彼の文学への野望は文学革命によって再び蘇った。日本留学時代の友人であった千玄道から要望され雑誌新青年の九百十八年五月号に小説教人日記を発表した。新青年は 民主と科学をスローガンとして1915年に創刊され、文学革命の中核となった。ロジンはこの小説の中で表では礼説を説く、儒教が裏では生命の抑圧者として人を食ってきたことを指摘し、真の人間となることを説いたと、井口後継者は指摘する。同書は続けて儒教という暗黒の伝統社会とその一員である。 事故を否定することで未来の子供たちには自分たちがこれまで経験したことのない人間らしい生活を準備しようとする老人の精神と彼の進化論が横たわっているとする。翌1919 19年には、こういつみと薬の二つの小説を寄稿した。狂人日記がその一認証を用いた文体と食人批判という内容が社会に衝撃を与えたが、 交互文としての技法や物語構成において未熟だったのに対して、交易民と薬は文体、構成とも優れており、路人の作家としての実質的なデビューは交易民と薬であると後継藤井書は指摘する。作家路人の最も優れた小説は第一集の特刊と第二集の方向に含まれている。三分集、野草と合わせて、 これらの作品は彼の創作力が最も充実していた北京在住時代に書かれている。また彼は中国語の小説では一般的でなかった語りのモデルを自作において様々に試みている。代表作、阿久聖伝では紹介小説のスタイルを一点踏襲しながら国民性の中に潜む卑怯や打弱、軽率を阿久という継承に結晶させ。また、高逸味。 傷性では物語る主体である、私の物語内容に対する認識や責任のあり方を問い、物語を聞く読者にも同じ問いを突きつけた。1920年秋から1926年、夏まで北京大学ついで北京女子師範学校の講師を務め、中国小説史を講じる一方、祝福をはじめとする短編小説や散文集を執筆発表した。しかし、 1925年には、北京女子主犯大学で、学園紛争が起こり、学生処分に反対する路人は処分派の論者と、大論争を展開、これを機に彼は雑文に力を注ぐようになる。1926年3月、日本の内政干渉に、強硬な態度を取るよう政府に求めるようにと抗議する、学生、市民に対し、軍隊が発砲して47名が死亡する。 3.18事件が起きると、路人は政府を激しく批判した。これに対し軍閥政府は路人を含め50数名を指名手配者としてリストアップした。彼は日本人やドイツ人が経営する病院に潜伏を余儀なくされた。避難生活は5月には終わるが、その年8月北京を離れ、福建省にあるアモイ大学の中国文学の教授として迎えられた。 しかし、当時人口が11万7千人足らずのアモイは、ロジンにとって居心地の良いものでなく、翌1927年1月には、北京女子市販大学の教え子であった、巨公平のいる甲州に移り、中山大学文学系の主任兼教務主任の職に、就いた。関東省の省都である甲州の人口は当時81万人、中国5番目の大きさの都市である。 中山大学助手となった元と郊外の新築マンションしかも別室ながら同じユニットに住み始めた。ただし、この町でも反響クーデターが起こり多くの学生たちが逮捕され虐殺されてゆく中、精一杯の抗議として中山大学の職を辞した。1927年、元と共に密かに帰船で甲州を脱出し10月3日上海に着いた。 1929年9月には、長男が生まれ、彼は、上海で生まれた英イという意味で、海へと名付けている。1930年代の路人は、国民党政府によって、その作品を、しばしば発禁処分にされた反対性文学者であった。しかし、当の路人は、巨公平と上海郊外のおしゃれなマンションで同棲し、子供が生まれると一家で、毎週のようにハイヤーで、 上海都心の映画館へ通い、当時流行りのハリウッド映画を多く見ている。1930年代上海では近代的市民社会が形成されつつあったことを物語る。同時に上海では新聞発行部数の急増が物語るように大衆文化が邦画期を迎えていた。上海メディアは文化情報ばかりではなくセンセーショナルな話題も提供して、 多くの読者を獲得しようとした。そのため路人の私生活もゴシップとして報じられている。妻を北京の母の下に置いて17歳年下の教え子と同棲する路人像が国民統計メディアによって流された。その一方で外国美術に関する旺盛な翻訳、復刻、評論活動も始めている。 幼年期から美術に深い関心を寄せてきた彼であったが、上海移住後は内山書店を通じて日本や欧米の美術書の入手が容易になったためである。同時に木版芸術の民衆性にも着目するようになった。廉価な費用により1枚の版木から100枚以上の絵をすり出すことができる版画は民衆のための優れた芸術手段であり。 革命の武器ともなり得ると考えた。さらに、文学者としては、国民党独裁体制を厳しく批判し続けた。ロジンは、1936年10月19日、上海にて、国防文学論戦の最中持病の頭だの発作で急世する。ロジン正のニュースは全中国へ直ちに報じられ、その日のうちに、孫文未亡人である、総敬礼の参加を得て、 葬儀委員会の名簿が作成されている。当初は、再現場、総敬礼、毛沢東、内山勘蔵アグネススメドレー、ボージュ順ら9名の名が挙げられ、後に、周作人が加わって、総勢13名となった。10月22日武装警察が出動する中、罰金、古風らの青年作家が出刊に再資質疑を担ぎ、万国公募に葬った。 中華人民共和国建国後の1956年には、路人急遽近くの高校公園に改装されている。路人は、生涯において、小説集3冊、雑文集17冊、三文集1冊、改装記1冊を刊行したほか、中国小説史略をはじめとする研究所や論文、さらに膨大な翻訳を残した。この中で圧倒的な量に上るのは、 雑文集である。特に、1927年から始まり1936年に、病没するまでの上海時代は、彼は教職につかず、フリーの文学者、思想家、論争家として生きた。独絶的なレトリックを駆使した雑文をやつぎばやに発表し、多岐にわたる論的に厳しい攻撃を加え続けた。古典文学者あるいは小説家として大勢すると押して、 論争の現場に目をさらしながら転換期を戦い抜いた。魯人は中国の近代文学の元祖であり、同時に国民精神の改造を生涯の課題とした作家である。漢字に対して漢字が滅びなければ中国が必ず滅びると断言し、以下のように述べている。この資格維持の弊害を伴った遺産のおかげで我々の最大多数の人々はすでに幾千年も 文盲として順難し、中国もこんな他の国ではすでに人口を抑え、作っているという時代に、我々はまだ甘いのため、蛇を拝んだり、神迎えをしたりしている。もし我々がまだ生きていくつもりならば、私は、漢字に、我々の犠牲になってもらう外はないと思う。岩波書店館に所集されている、路人墓、路人像路人記念館1936年撮影。 魯人の人生の最後の6年間は、左派的な理念によって育まれた多くの人にとって、突出した文化的英雄であった。彼の死後、ほどなくして20巻からなる、魯人全集が出版されたが、これは現代中国文学界における空前の出来事であった。中国現代作家の中で、このような栄誉に良くしたのは、魯人以外にはいない。このような栄誉は、 中国共産党により作り出されたものである。国民党との脱権闘争を通じて、彼は中国共産党にとって人民に愛される、反政府的な愛国主義を宣伝する代弁者として、非常に利用価値の高い存在だったからである。毛沢東は国防文学論戦ですでに、露人を盾にして、党内の敵対派閥を叩くという、巧みな戦術を展開していたが、 路人の死後には中国共産党統治の正当性を宣伝するために徹底的に路人を利用していった。日中戦争開始直後の1937年10月、共産党中央と中国公軍総司令部が置かれていた延安では、路人行くよ1周年を記念する集会が開かれ、毛沢東が路人の中国における価値は私の考えでは、 中国の第一党の聖人とみなされなければならないと講演した。民国期の言論会で欧米、日本の帝国主義国に対し抵抗しつつ、その近代文化を主体的に受容しようとした点、及び左翼分断の騎士としての国民党批判者としての戦歴により、露人は中国革命の聖人へと祭り上げられた。露人の留学時代の解剖学ノート、 富士のゴンクロの添削が書き込まれてある、昇降氏から仙台市に送られた、露人蔵仙台遺跡時代の露人を描いた作品に、太宰治の石別がある。この石別という言葉は、仙台遺跡時代に露人に個別添削を授けるなど何か時を配っていた恩師、富士のゴンクロが最後に露人に渡した写真の裏に書いた言葉。その富士のとの関係は、 小説、富士の先生に以下のように描かれている。私の講義、ノートが通れますかと彼は尋ねた。どうにか見せてごらん私は筆記したノートを差し出した。彼は受け取って一両日して返してくれた。そして、今後は毎週持ってきて見せるようにと言った。持ち帰って開いてみて私はびっくりした。同時にある種の困惑と感激に襲われた。 私のノートは、初めから、終わりまで、全部主筆で添削してあり、たくさんの抜けたところを書き加えただけでなく、文法の誤りまで、ことごとく訂正してあった。このことが彼の担任の骨学、血管学、神経学の授業全部にわたって続けられた。重力体だが、なぜか私は、今でもよく彼のことを思い出す。我が子と仰ぐ人の中で、彼は、 最も私を感激させ、最も私を励ましてくれた一人だ。私はよく考える。彼が私に熱烈な期待をかけ、辛抱強く教えてくれたこと、それは小さく言えば中国のためである。中国に新しい医学の生まれることを期待したのだ。大きく言えば学術のためである。新しい医学が中国に伝わることを期待したのだ。私の目から見て、 また私の心において、彼は偉大な人格である。その生命を知る人が、よし若いにせよ。路人、富士の先生訳は、竹内義美路人文集、第2巻、1976、P150P154、仙台遺線時代の路人、急遽後仙台遺線時代の路人、急遽後広人は、1904年9月から1906年3月までの、 1> 約一年半しか仙台にいなかったが、仙台市や東北大学では、様々な面で、路人を通じた交流を中国と行っている。中国人にとっては、東北大学、片平キャンパスにある仙台遺前の階段教室がよく知られており、1998年11月29日には、江沢民、中国共産党中央委員会総書記も訪問している。 訪問した中国人は、路人がいつも座っていたとされる同教室の中央帯、前から3番目の右端近くでの記念撮影をしている。その他、同キャンパス内に、路人先生像、仙台城三の丸の仙台市博物館敷地内に、路人の人、路人像がある。また、路人急遽が、片平キャンパス正門近くにあったが、2019年5月に解体され、 石碑のみが残る。2004年、東北大学は、露人の留学100周年を記念して、同大によりのある、中国洋人に、東北大学、露人賞同大大学院に在籍する優秀な中国からの、留学生に、東北大学、露人記念奨励賞を贈った。ただし、諸事情により、翌年からおのおの、東北大学富士の先生賞と、東北大学、 富士の記念奨励賞に名称変更された。東北大学の創立100周年を記念して、路人と富士のゴンクロウの共造が仙台市内のキャンパスに設置された。また、2011年7月19日、東北大学資料館に路人記念展示室が設置され、9月28日にオープニングセレモニーが実施された。青バック米が袋にある路人が下宿した。 佐藤屋の跡地には石碑が建てられる程度であったが中国人の留学生や観光客が訪れることから留学100周年となる2004年に歴史遺産として整備するため市が地権者から土地を取得2019年5月に木造住宅を解体し2021年3月に路人記念広場としてオープンする予定以下は路人に関わる翻訳家、研究者 ありがとうございます。